シークエンス埼玉のラジトモ。この放送は私シークエンス埼玉が毎週気になる時事ネタ、気になる事象などについて45分近くダラダラと喋っていくラジオ風番組となっております。ということで、いつもはここにマイクがあると思うんですけど、iPhone を変えたんですよ。で、15 Pro に変えたんですね。で、ライトニングケーブルから Type-C ケーブルに変わってて、で、この DJI っていうピンマイクをいつも、普通の動画の時は使ってるんですけど、読み方わかんない、英語わかんない。まあ、いつも使ってるこのマイクは、ライトニングケーブル端子しかついてなくて、それをすっかり忘れてて、今撮ろうと思った時に、あーってなって、ちょっと撮れなかったんです。なので、普通にちょっとピンマイクで撮ってます。こちらのマイクで撮らせてもらってるので、もしかするといつもよりちょっと聞きづらいかもしれないですけど、まあ編集でなんとかなるかなとは思ってるんですけど、ゲイン数は一番上げているので、なんとかなるかなというふうに思っているんですが、ちょっと聞き取りづらかったらすいません。そんなことより画質良くない？なんかすっごい画質綺麗じゃない？まあラジオだから見てないか、みんな見てないですかね。すごい画質綺麗な気がするんだけど、どうですかね。これインカメなんですよ。外カメは結構ね、ソニーのうん十万ぐらいするカメラと同じぐらいの画質に変わってるのが15 Pro らしくって、ちょっとロケをするので外カメいいのにしたいなっていうふうなことで15 Pro にさせてもらったんですね。だけど内カメも 4K にできて、これ多分 4K だよね。すっごい画質いいよね。で、後ろぼかしてくれるからなんかちょっとおしゃれっぽくもなるし、めちゃくちゃいいと思う。あ、ちょっとブラックパンサーちゃんが、ブラパンちゃんがちょっと顔映っちゃってるけど、この中に入れようと思ってるんですけどね。はい、すごいね。やっぱこれ綺麗だね。めちゃくちゃ綺麗だね。すごいわ。いや、時代の進歩は素晴らしい。ということで、ロケの動画いつ上がるかわかんないんですけど、これからね、台湾行くんですよ。てか多分この動画を皆さんが見ている間、僕は台湾にいます。何事もなく戻ってこれることを願っていますけれども、この台湾でちょっとまああるね、パワースポットに行こうというふうに思ってましてね。で、このパワースポットが高円寺でさ、また動画出しますけど、高円寺で僕がすごい霊能者さんと会いましたっていう動画出したじゃないですか。その霊能者さんが世界で一番すごいパワースポットが台湾にあるっていうことで教えていただいて、で、その食事同席してた人たちにみんなで行きたいっすねって話になって、じゃあ行こうよって言って、ちょうどね、一緒に行くメンバーがお仕事お休みが取れるっていう感じだったんで、みんなで男3人で旅に行きましょうっていうふうに話になりまして、2泊3日で台湾ちょっと弾丸旅行に行っています。おそらく皆さんが今この動画を見ている時には、僕は台湾で楽しくやっているんじゃないかなっていうふうに思うので、無事帰ってこれた暁にはお土産話をね、聞いてください。よろしくお願いいたします。ちょっと先週僕トッポ食べながらの放送だったんで、もしかしたら不快に思う人とかいるかなっていうふうに思ったんですけど、意外と大丈夫だったんですよ。なんか、なんだったらね、この32のジジイに対して可愛いと言ってくださったコメントもあって、本当ありがとうございます。肯定的なコメントばっかりだったっていうふうに言っておきますね。なんでそういうふうに言うかっていうと、買ってきちゃいました。ダダンダンダダン、ダダンダンダダン、タケノコの里。買っちゃった、タケノコの里。いやー、見てください、この神々しい姿。これをちょっと買っちゃったんで、今日も食べながらね、進めようかなと思いますね。右上にここらで一息って書いてあるぐらいだから、やっぱ一息つく時にはタケノコの里なんですよ。ちなみに僕はキノコタケノコだとタケノコ派です。はい。ちっちゃい時から変わんないですね。別にキノコも好きだけどね。はい。別にお店とかで当てて出てきたらキノコも食うけど、タケノコ食べちゃいます。いただきます。うまみょん。めっちゃおいしい。本当美味しいよね。どうやって作ってんだろうね。いや、多分さ、メニューとかも公開されてるのにさ、丸パクリ商品みたいなのも出てこないで、ちゃんと生き残ってるのがすごいですよね。うん。こういう文化はいいよね。やっぱ日本の特殊なところでもあるけど、いい文化だなって、俺は思うけどな。さあ、そんな中でですね、今日は、何の話をしようかなというふうに思ったんですけれども、
なんかさ、わかんないんですけど、炎上多くないですか？最近。なんかすごい山ほど炎上起こるなと思ってて。で、つい先日ですね、まあ、僕の好きなディズニーというジャンルでも炎上が起こったんですよ。てか何だったらこの動画が出てる時も炎上が続いてんじゃないかなと思うんですけど、まあどういういきさつで炎上が起こったのかっていうことを、多分僕のこの視聴者の人、ディズニー興味ない人ばっかりだと思うんで、一応説明させてもらうと、これ説明で長くなるな、ごめんなさい。でもラジオだし時間あるから聞いて。僕の好きなジャンルの話してる時は僕が一番楽しそうでしょ。東京ディズニーシーにですね、6月6日にファンタジースプリングスというエリアができるんですよ。これが東京ディズニーシー、結構縦長の遊園地なんですけれども、そのテーマパークのもっと奥にですね、新エリアと呼ばれるところができるんです。塔の上のラプンツェル、アナと雪の女王、ピーターパン、この、3つの作品を軸とした新エリアっていうのが6月6日にオープンすることになりまして、ここで展開されるアトラクションというのが計4つあるんですね。ピーターパンのネバーランドアドベンチャーと、あとラプンツェルとアナ雪のアトラクションと、あと、あれティンカーベルのアトラクションとっていうのが4つあるんですけれども、この4つどれもが日本オリジナルのアトラクションなんで、海外からの輸入がないんですよ。まあ、本当ディズニー知らない人に言っておくと、日本のアトラクションというのはほとんどが海外からの輸入です。例えばなんですけれども、皆さん知ってるか分かんないけど、 C のソワリンっていうアトラクションがあるんですね。今でも150分待ちとか、混んでる日だと200分待ちになったりするぐらい人気のアトラクションで、東京には来たばかりだ、やったやった、新アトラクションだって言ってるけど、海外だと10年以上前からあったりするっていう、結構古いタイプのアトラクションだったりするんですよ。なのでディズニーっていうのは基本的には日本はオールドスタイルっていうのを貫いてると言っても過言ではないんですけれども、そんな中で東京で新規のアトラクションができる、しかも一気に4つもっていうので、まあ、Dオタたちっていうのはもうめちゃめちゃはしゃいでるわけですよ。僕も Dオタなんて超楽しみです。イエーイ、楽しみ楽しみっていうふうに思ってるわけですよね。でそんな中でこのファンタジースプリングスっていうエリアっていうのをいち早く楽しめるっていうプレビューバケパっていうのがあるんですよ。これもまたややこしいですよね。このプレビューバケパっていうのは何かっていうと、バケーションパッケージっていう、どこかのホテルに宿泊するっていう風になった時に、そのパックとしてついてくる特典があるんですよ。例えばキャラクターと写真が撮れますとか、本来抽選に当たんないと見れないショーだけれども、ホテル泊まった人はもうとここのショー撮れますよ、見れますよ、撮ったりとか、本来だったら150分とか200分並ばなきゃいけないアトラクション、宿泊者に限って、並ばずに乗れるチケットあげますよだったりとか、こういうバケーションに合わせたパッケージっていうのをつけてくれるバケーションパッケージ、通称バケパっていうのがあるんですね。これのプレビューチケット付きパスポートっていうのがあったんですよ。プレビューチケットっていうのは、まあプレビューって言葉皆さん聞いたことあると思うんですけれども、本ちゃんが始まる前に試運転として運営するそのエリア、アトラクション、ホテル、これらを利用できますよっていうチケットを出すんですよ。てか出したんですよ。今からどんぐらい前だろう、 3,4 ヶ月前ぐらいかな。でまあこれが大人気だったわけですよね。やっぱさ、ディオタたちはいち早く体験したわけじゃないですか。もう誰よりも早く体験して、レポ出して、面白かったよって自慢したい。この承認欲求みたいなのがあるから、もう早く乗りたくてしょうがないから、争奪戦で、まずサーバー落ちちゃったから、ほとんどみんな予約のページまで行けなかったし、まあ勝ち取った人たちっていうのは本当に選ばれし、えりすぐりの最強ディオタ軍団なわけですよ。もうすごいじゃないですか。で、それで勝ち取りました。初日は5月28日ですってなって、28から6月の5日までの間、まあ、プレビューバケーションパッケージ当たった人たちっていうのは泊まれますよっていうのが、まあ、数ヶ月前に確約されたんですね。で、この人たちっていうのは基本的には、もう自分が一番最初に体験できると思ってるわけですよ。そのアトラクションとか、まあ、中のご飯とか、そもそもエリアを。だけど、ディズニーシーはどういう選択を取ったかっていうと、20日かな ?20 日とその前に1日どっかであったんですけど、プレビューバケーションパッケージの初日よりも約10日間ぐらい早く一般のお客さんにそのエリアを開放したんですよ。何の前触れもなく。これスニークって言うんですね。まあ、もしよかったら X とかで調べてほしいんですけれども、これスニークって言って、要はお試し営業っていうのをやったんですよ。で、
バケーションパッケージを買った人たちっていうのはもうブチギレ、いや私たち誰よりも早く体験できるっていうチケットだから高い金10万20万出してホテル予約して買ったんですよ、どういうつもりですか、ブチギレだったんですよ。もうこの時点で予約した人たちは結構もう怒り心頭で X でつぶやきまくって、まあ、炎上って形になったんですね。でこれが2回あったんですよ、十何日と20日と2回あったんですね。で先ほどから言ってる通り28がバケーションパッケージの人たちの初日なわけだから、いやいやいや冗談じゃないですよって返金する人たちも出てきたんです。でも落ち着いてくださいと、まあ、ディズニーランド側はね、皆さん落ち着いて聞いてくださいと、皆さんが持っているチケットっていうのはお試しでただ体験できるっていうだけのチケットじゃないですよ、すべてのアトラクションにどのタイミング24時間ではないけど、まあ開演中どのタイミングで行ってもスムーズに乗ることができて、しかも何回何十回乗ってもらっても大丈夫っていうチケットなんです。それに比べてスニークお試しで試運転で入れた人たちっていうのは朝早く来て、しかもその日にやるかどうか分かんなくってたまたま来てて、しかもたまたまアトラクションの予約券が朝一で取れたっていう人たちしか中身の一部を体験できないんです。皆さんと比べるとそんなに優遇されてないんですよっていうふうなことがディズニー側の意見だったんですよね。まあ結構真っ当だと思うんですよ。でしかもこのスニークっていうのは試運転中の試運転で、例えばなんですけれども、例えば28日から高いチケット払った人たちを招き入れるってなった時に、やばい、そのシステムの調子が悪いとか、新しいエリアだから働いている人たちの動線がすごく良くないとか、パニックになっちゃったら良くないから、一旦お客さんドチャッと入れて我々の訓練も兼ねてやりますからねっていうふうなことでやったわけですよね。なのでまあ、言ってみれば、試運転中の試運転だからそんなに気にしないでくれって言ってるんですよ。でまあなるほどなと僕らなんか思うけれども、やっぱり行く人、予約してた人のタッチの一部では、いやそれでも納得できないけどねっていう風な人たちもいたんですよ。でもまあ何事もなく流れていくわけですよね、月日は。そしてさらに月日は経ちまして、いよいよ5月28日高いチケット代を払った、バケーションパッケージ代を払った人たちが入れますってなった初日、同時にスニークをやったんですよ。これ意味わかります？もう単語が横文字ばっかりで意味わかんないですよね。どういうことかというと、バケーションパッケージっていう高いチケットを払った人たちっていうのを入れる日ですって言ってたんですけれども、いやいや一般のゲストを入れないとは言ってないですよ僕らっていうことで、普通にその日東京ディズニーシーのチケットを買ってきた人たちをそのエリアにどうぞどうぞって入れたんですよ。と、いや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 、私たち何万何十万のチケット買って、しかもネットにかじりついて争奪戦で手に入れて、なんでこんなことになるのと、じゃあいらなかったじゃんってブチ切れてるわけです。どういうこと。でもこれにもディズニーランド側っていうのは、まあ、意見があるわけですよ。いや聞いてくださいと、先ほども言った通り高いチケット代を払っている人っていうのは1日にスムーズな乗り口までの案内とともに同じアトラクションを何十回何百回乗ってもらっても大丈夫っていう超強力なチケットです。それに比べて一般のゲストの方々っていうのは朝一で入場して、しかもそのアトラクションに乗るチケットを予約しないと1個のアトラクションにも乗れなくって、なおかつ、そのアトラクションの乗っていいよっていう時間になんないとエリアに入ることすらできませんと。だから皆さんと今日一般できてるゲストの人たちっていうのは全然平等じゃないですよ。ちゃんと高いお金を払ってもらった分の優遇っていうのは残してますよっていうのがディズニー側の意見だったんですよ。でもやっぱり怒りが収まらないんですよ。そういうことじゃないよ、私たちは自分たちがもう自分たちだけでゆったりたっ
ぷりのんびり楽しめると思ってたのに、ごっちゃごちゃに人がごった返している中で楽しむなんて聞いてないよってなってブチ切れてるんですけれども、いやいやいや、皆さん申し込みの時のチケットの注意事項書いてください。プレビューバケーションパッケージおよびプレビューチケットを購入されてない方もエリアに入る可能性がありますって注意書いてますよねって言ってきたわけです。いや争奪戦なんだからそんなとこまで読めてないってとかっていう、まあこのすったもんだ、いろんな意見の食い違いというか出し合いみたいのがあって、結局、新エリアね、はだまだしくオープン、結局コロナ終わってからちょっと時間経ってからのオープンっていう、やっとこさのオープンにもかかわらず、実際のオープン日を前にして毎日のように炎上してるっていうのが今のこの状態なんですよ。でこれを聞いてね、僕は何を思ったかっていうと、それって炎上なのかなっていうふうに思ってしまったんですよ。まず最初に一個問題点、まあ問題点じゃないって僕は思ってるんですけど、一個問題点なのは、現在ディズニーランド、まあ東京ディズニーリゾートはそんなにその高いお金を出したり頻繁に通ってくれる人たちっていうのを優遇してないんですよ、大前提としてね。まあいろいろ理由はあるんですけど、ここのとこ皆さん興味ない話かもしれないけど、まあ思い出話、ヨタ話として聞いてください。僕が年間パスポートを持っていた時期っていうのは、幼い時から高校の3年、高校生になるまで、中学校3年生までと、そこから少し大きくなってからっていうのと、まあ年間パスポートを持っていた時期っていうのがあったんですけれども、もうかれこれ15年前とかですよね、もっと前かな。のその時期のディズニーランドって、あのね、めちゃくちゃ面白かったんですよ。まあ、ジジイの思い出話を聞いてください。その当時のディズニーランドは何が楽しかったかっていうと、まず今ほど混んでなかった。結構ゆとりがあったんですよね。まあ、子供たちが走り回っても誰もそんな目くじら立てるようなことがないぐらい、悠々自適に過ごせるっていう感じのノリだったりしたんですよ。で、まあ、二つ目に何があったかっていうと、アトラクションとショーの充実。まあ、特にショー、エンターテインメントの充実ですね。まあ、ディズニーランドとかディズニーシーって季節ごとにエンターテインメントやってるんですよ。夏のエンターテインメント、秋はハロウィン、冬はクリスマス、春はなんか特別イベントみたいなのとかっていうのをやってたりするんですけれども、それもね、大人になってから考えると引くぐらいの値段かけてやってたと思いますね、エンタメを。だからものすごいお金かけてました。今やってるどのエンターテインメントよりもお金かけてたんじゃないかな。しかもそのワンシーズンだけだからね、夏だけ秋だけ冬だけみたいな、こんな数ヶ月間のためにここまで金かけるっていうくらい金かけてたんですよ。だからそういう当時のその状態みたいのを見ちゃってる身からすると、今のエンターテインメントが、まあビリーブはちょっと別とするけど、今のエンターテインメントしょぼくてしょぼくて見てられるもんじゃないんですよ、結構。だからよくこんなんで熱狂すんなぐらいの感じなんだけど、でもそれはさ、昔を知ってる人が比べるだけだから、別に今来てる人は今のエンターテインメントで十分楽しいわけだからさ、まあそれはいいんじゃないっていうふうに思うんだけど、まあ、入れ替わってるわけだから。でここで注目すべきは何かっていうと、僕はエンターテインメントが面白かったから言ってたんですよ。これちょっとよそで見たことないなって。正直僕が知っている当時のディズニーだと、なんか他のもの見てさ、ディズニーみたい、すごいよくできてるって言うじゃん。あれね、マジでちゃんとディズニー知ってる身から言わせてもらうと、ディズニーと比べると大概のエンタメってしょぼいよ。めちゃくちゃしょぼい、激しょぼ。何がって言うと角が立つから言わないけど、大概の街中とかイベント祭事とかのエンターテインメントって、なんかディズニーと比べるとマジしょぼいんですよ。だそれぐらいディズニーのエンタメってすげえ金かけてるし、すげえ練りに練ってるし、まあ たくさんの大人が動いてるんだろうなっていうのが身につまされるぐらいよくできてるんですよ。だから僕は正直、外のエンターテインメントであんまり感動しない人間なんですよ、ディズニーと比べちゃうんで。少なくともディズニーと全くベクトルが違う感動とか、ディズニーを超えるエンターテインメントっていうのを提供されない限りは、あんまり心動かない人間になっちゃったんですよ。でそれぐらいディズニーのクオリティってすごいよねって思ってたんですね。でもところが、そのクオリティっていうのをだん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 と削ぎ落として捨てていってしまって、まあ省エネ思考になっていったんで、省エネ思考っていうか、まあ投資する先を変えていったんですよね。だからまあ
それはそれでいいよねっていうふうに思ったんで、やり方だから俺の好みじゃないけどそれが好みな人もいるよねっていうふうに思ったんで、あじゃあ俺はそんな多分今でも結構通う方だと思うけど、あの月に何十回とか週1回とか昔みたいなペースで通うっていうほどではなくなってくるかなっていう、たまに行って友達とか家族と行って楽しかったねっつって帰るっていうぐらいの、まあ自分にとってちょうどいいぐらいのディズニーが新鮮であり続けるぐらいのスタンスでいるのがいいよねっていうふうになっていったんですよ。でそもそもこういう僕みたいな思想のユーザーっていうのはそんなに書こうとしてないわけ、向こうさんも。あそういう人は全然あのたまに来てくれればそれで十分ですぐらいのスタンスだから、俺もまあ楽しいわけよ。今でも大好きだしディズニーが。で通ってあ楽しい楽しいっていうふうに思って、誰といっても幸せな時間を過ごさせてもらってるって感じなんだけれども、ここでディズニーが囲ってしまったのがオタクなんですよ。いやお前もディオタだろって思うかもしれないんですけど、そうじゃなくてキャラオタなんですよ。これね、実はディズニーって〇〇オタっていうのが結構あって、例えばですけれども歴史オタ、ディズニーの歴史っていうのが好きな人もいれば、エンターテインメントオタクの人もいるし、ダンサーオタクの人もいたりするんだけど、その中でもキャラオタっていうのがすごく目立つようになっていったんですね。キャラオタっていうのは何かっていうと、ミニーちゃんが大好き、プルートが大好き、ドナルドダックが大好き、ある特定のキャラクターをものすごく推しキャラとしてめちゃくちゃ追い続けるとか、ダッフィーとかね、あとはも別の、まあ、幅広くキャラクターたちが出てればとにかく可愛くて好きなんだっていう人たちとかっていう、まあ、本当にテレビアニメとかの推しキャラっていうのを推す日本の文化っていうののディズニーにトレースした感じですね、そういう人たちっていうのが生まれたんですよ。でこれを作ったのもディズニーなんですよ。オリエンタルランドなの。オリエンタルランドのディズニーって他の世界のディズニー企画と比べるとキャラクターへのこだわりが著しくすごいんですよ。例えばですけれども、キャラクターの身長に制限を設けてます。ミッキーとかミニーとかドナルドっていうのはある程度の身長までの人しか使えないんですよ、ごめんなさい、すごい夢のないこと言ってるけど中の人のことね、中の人っていうのはだいたい女性です。この身長より高い人は使っちゃいけませんっていう規定があるから、キャラクター可愛らしい、なんだったらそれ本人っていうように見えるようにすごく工夫してるんですよ。ジミニークリケットなんかもともとコオロギだからものすごい低身長の人しか中に入ることができない。でグーフィーはこの身長の人しかやっちゃいけないとか、そのキャラクターそれぞれに思い入れが作れやすいようにすごいこだわりを見せてるんですね。でそれをやってんのって実は日本だけなんですよ。僕海外パークめっちゃ行ってるけど、海外って規格外にでかいミッキーとかいるからね。身長2メートルぐらいあるじゃんっていうミッキーとか平気でいるし、ドナルドとかも足長っていう人めっちゃいるの。ドナルドって胴長短足であってほしくないですか。なんとなくアヒルのちょっとみっともない体型がすごく可愛いっていうキャラクターなのに、足長って富永愛じゃんみたいなドナルドダックとかいたりするんですよ。で実はそこにそんなこだわってないわけ。これなんでかっていうと、海外っていうのはキャラクターは基本的にはプリキュアショーとか屋上のアンパンマンショーみたいなのと同じ文化で子供のもんなんですよ。ミッキーと写真撮りたいのは子供、ミニーと写真撮りたいのは子供、キャラクターが出てきた、あほらミッキー出てきたよって子供に写真撮りに行かせるっていうのが海外の文化だから、子供が来たら大人より優先で写真撮ったりってこともザラにあります。まあそうじゃない動画も最近回ってきたりするけれども、まあ人によるけど、ベーシックな考え方として海外は何事においても子供優先です。それはなんでかっつったら遊園地だから。遊園地っていうのは基本的には大人が満喫するっていうよりは子供のもんでしょっていう考えが海外のベーシックなので、なんだろうな、子供優先に全部なっていくわけですよ。だからここまでキャラクター文化っていうのの人気を燃えさせてんのって日本ぐらいのもんなんですよ。でこの大事に大事にキャラクターっていうのを押し出して作り上げていった結果どうなったかっていうと、いわゆるキャラオタっていうのがたくさん誕生していったんですよね。でこの人たちはそりゃそうだけど貢ぐわけですよ。今なんかチケット代が9000円1万円ぐらいするけれども、ミッキーの誕生日だって言ったらミッキーになんかプレゼント持って行きがてら、チケット買って並んだりとか、グッズが新しく販売されれば前日の夜中から並んで、グッズを買うのにもう寒かったり暑かったりする野ざらしの中でね野宿して、買いに行くの待ったりとかっていうのをいろいろやっていったりするわけですよ。もうものすごい汗水垂らしながら一生懸命好きな人のために貢いでいくわけですよね。これも多分男女関係、まあ女子の方が多いけど男女関係なくみんなやっていくわけですよ。
ね。でそんな中でこのキャラクターを大事にするという文化っていうのは未だにやってるんですよ。でもキャラクターを大事に扱うということとそれに貢いでくれる人たちを大事に扱うっていうのはイコールじゃないんですよ。嫌な話ですよね。すごく嫌な話だと思うんですけれども、何が言いたいかっていうと、この長きにわたるキャラオタっていうのを作るためのディズニーの培われた歴史、まあ、ディズニーっていうとちょっと言い方語弊があるから、オリエンタルランドがやった東京ディズニーリゾートの培われた歴史っていうののおかげで、今もういくらでも貢いでくれる客層っていうのが誕生したわけですよね。なのでもうその人たちに気使わなくてもいくらでも出してくれるんですよ。この人たちはある一つのコンテンツに対して、さっきのファンタジースプリングスに対してもそうだし、ミッキー単体に対してもそうだし、何に対してもそうだけど、異常なくらいお金をジャンジャンジャーンと貢いでくれるわけだから、この人たちに目配せをする意味ってないんですよ。だって別に目配せしなくったってお金持ってきてくれるんだもん。だからそんなに大事にはされないよねっていうことなの。大事にしようがしまいがあなたたち来るじゃんってなってるわけよ、向こうとしては。だから最低限の譲歩っていうふうなことをしたことによって、もうそれでいいじゃんっていうふうになってるわけで、もっと言うとよ、もっと言うと、なんなら邪険に扱い始めると思います。これはこれから先の話ですけど、これどういうことかっていうと、ディズニーっていうのはね、年間パスポートっていうのがあったんですよ。年間年中どこ行ってもいいよって。ちょっとタケノコ食べますね。うまい、おいしいさんが止まらないって書いてある。お茶飲みます。はい。もともと年間パスポートっていうのがあって、それで足げく通ってグッズとかっていうのを買い占めてるっていう、まあオタク客層っていうのがいたわけですよ。 D オタと呼ばれる人たち、客層がいたわけで、その人たちのおかげで売り上げが伸びてるって思ってたわけ。でもこれが壊滅したのがコロナなんですよ。コロナになったことによって年間パスポートどころかディズニーランドそのものが一旦機能停止したわけですよね。でそれがまた開けた時にディズニーはどういう策を取ったかっていうと、年間パスポートを廃止したんですよ。年間パスポートを廃止して一般チケットのみしか売らなくなったんですよ。でこの政策を取った結果、オリエンタルランドの業績はどうなったのかっていうと、尋常じゃないぐらい伸びたんですよ。尋常じゃないぐらい、びっくりするぐらい売り上げ伸びたんですよ。これは株主喜びますよね。おお、こんな伸びてんだ、すごいねってこと、みんながハッピーみたいな状態までぐんと伸びたわけですよ。でさらに言うとよ、さらに言うと、中でも金かけなくなったんですよ。ファンタジースプリングスエリアだったりとか、あと今スペースマウンテンっていうのも新しいの作ってますし、またシュガーラッシュのアトラクションとかもできたりとか、アトラクション事業っていうのにどん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 力を入れて投資をしているわけですよね。いやいや金かけてるじゃんと思うと思うんですけれども、これって実は東京ディズニーリゾートに関しては今まであんまりやってきてない投資方法なんですよ。今までって先ほど僕が言った通り、エンターテインメントにお金をかけてたんですね。でエンターテインメントはワンクールしか見ることができないってなると、オタクは通うんですよ。僕みたいな、あ面白い面白いって熱狂して通うんだけれども、アトラクションってさ、とはいえ一回乗っちゃったら別にもういいじゃん。まあ納得、満足したわ、面白かったっていうことで、まあジェットコースターとかは別かもしれないけど、何回も何十回も何百回も同じアトラクションに乗りたいっていう人って、僕みたいな人って珍しいと思うんですよ。大概一回乗ったら満足するでしょ。だからオタクを作れないんですよ、アトラクションだと。何でオタクを作れるかっていうと、そういうエンターテインメント文化、入れ替わりが激しい文化なんですよね。だけど今アトラクションに投資をしてるってことは、これ一般顧客に対して投資をしていくことに変えたと言えると思います。東京ディズニーリゾートっていうのは、つまりオタクはもう重視してませんよっていうのを声に大にして言ってるみたいなもんなんですよ。
で、にもかかわらずこういう高いチケットっていうのを出してるでしょ、っていうのは逆なんですよ。なんで優遇されないんだ、おかしいだろうってなってるかもしれないけど、逆で、あの我々オタクっていうのが、あのオリエンタルランド側の手のひらの上で転がされてるんですよ。オタクら何したってお金払うでしょう、知ってるんですよ、必死になるの分かってるんですよ、うひゃ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 っていう風な状態に転がされてる状態なんです。これも目に見えて分かるんですよ。でもそれがやっぱり分かんない人もいるわけ。どうなってんだよ、なんでこんな高い金出して、なんでこんな高い金出して私たちは優遇されないわけ、狂ってるってなっちゃう人もいるけど、いやいやいや、そういう状態にするために今までそっちに投資してきたんだから、これからは違うフェーズなんじゃないっていうことは理解しておいた方がいいよねというふうに思うから、ここを理解しておくと何事をするにしてもそんなに怒らないで済むんじゃないかな、怒り浸透しないで済むんじゃないかなっていうふうに思うし、これからも高いお金を出すプランみたいなのが用意されたとしても、どういう期待値でいればいいかっていうのもまあなんとなく変わっていくんじゃないかなというふうには僕個人的には思うんですよね。この歴史を言うと、ここですごい時間食っちゃったな。で、何よりも注目すべきポイントっていうのは、先ほどの説明をまあ省いたんですけれども、基本的にはさっき炎上したって言ったんですけど、これディズニー界隈で本当に炎上してるんですよ。皆さん知らないと思いますけれども、ただ炎上した炎上したって言うんだけど、そこまで炎上してないです。そこまで炎上してないんですよ。多分一部の本当にもう文句言いたくて仕方がない、なんで私高い金払ったのに優遇されないんだっていう税の声が大きくなって、何千いいねとか、まあ数万いいねとかつくっていう状態になってしまって炎上だ、しかも連日炎上だっていうことで、まあディズニー系 YouTuber の人たちっていうのはもう生配信だったり動画にしたりで軒並み取り上げたりしてる状態が続いているんですよ。で、これどうするべきですかってわざわざそれを見てクレームを御社に入れてる人たちっていうのも一部いると聞きます。てかそういうつぶやきをしてる人もいます。でもね、聞いてほしいんだけど、まず流れの文脈を考えればそりゃそういう政策取るよねってわかるじゃない。今言った通り今はそういうフェーズだもんねってわかると思うんですよ。で、なおかつ、いざ蓋を開けてみると、さっき言った通り、ちゃんと高いチケット買った人は優遇されるシステムにはなってるんですよ。ちゃんと高いチケット払った分、1日何回何十回乗ってもいいですよって強力なパスポート化してるし、まあ確かに文句のつけどころがないかと言われればあるとは思うよ。あるとは思うんですけれども、そこまで優遇されるポジションに今ディズニーでお金を払った人たちっていうのはいないよっていう風に思っておいた方がいいと思うんですね。で、もっと言うと、逆にこれぐらいの差で住んでることっていうのが割と奇跡かなって思います。これ例えばなんだけど、もともとこの28日から6月5日までのプレビュー期間に一般のゲストも入れますよって言っときゃよかったじゃねえかっていう風に言う人いるんだけど、もしそれを言っちゃったらチケットが売れなくなっちゃうわけですよ。争奪戦にならなくなるわけだから、ブランディングとして商売として間違えちゃってるわけですよ。で、だから言ってないわけ。売りたいから、ブランド力を強くしたいから言ってないわけですよ。で、さらに言うと、言うことによって生まれる弊害っていうのがあって、日本っていうのは悪平等がはびこってる国なんですよ。お金を持ってようが持っていまいが、同じお金を払ってようが違う金額を払ってようが、ある程度同じ対応をしろっていう風に文句を言ってくる文化の方が強いんですよ。すごいわかりやすく言うと、学校でお金持ちの家の子供と貧乏な家の子供っていうのを同じような待遇でやろうとしますよね。あれって別にお金を持ってようか持ってなかろうかどっちでもいいんだから、その境遇というか待遇に合わせてやりゃいいのに、なぜか同じようにしようとしますよね。平均化しようとするんですよ。この運動が生まれてしまうから、やろうっていうふうに言いづらいところがあると思うんですよ。で、何を選んだかっていうと、ディズニーランド側っていうのは、ディズニーオタクたちの間で炎上するのは分かっているけれども、それは
炎上という括りに入らない場所での炎上になっていくから、まあいいんじゃないっていう風になってるわけ。今俺ちょっと説明下手だったんで分かりづらかったですよね。どういうことかっていうと、先ほど言っている通り、ディズニーオタクは今オリエンタルランドにとってターゲットじゃないんですよ。商売としてのターゲットじゃないから、その人たちが怒るだろうなって思ってても関係ないわけ。現におそらく僕の視聴者の人たちはこのファンタジースプリングス炎上騒動みたいな誰一人知らないと思うんですよ。それぐらい好きじゃない人には目に入らない文化になってると思うんですよね。だけど好きな人にとっては目につくから炎上してるっていう感想になっていくわけ。でもそれは炎上っていうよりも一部の界隈での炎上っていうことだから、マスとは違うんですよね。なので今オリエンタルランド側がターゲットとしている年に1回とかディズニーランド、ディズニーシー行こうかなっていう顧客層に対して悪い印象が持たれなければ何の問題もないっていう風になったからこの決断を取ったっていうことだと思うんですよね。なのでまあすごい言い方悪いくなっちゃいましたね今の感じだと。でも現実問題としてそうなんじゃないかなっていう風に思うんですよ。でまずいのは今んとこ大丈夫なんですけど、このまま行くとよ、このまま行くとこの炎上騒動っていうのでディズニーシー新エリアオープンもオープン前から炎上続きとかってなる可能性が高まるわけ。一回ぐらいどっかで出んじゃねえかなっていう気もしてるんですけど。でこの炎上っていう言葉に対してね、いや俺この話をしようと思ったのに残り10分切ってるんだけど、ちょっと大急ぎで喋りますねとか言いながら美味しさが止まらない。さあ炎上っていう言葉を使いすぎだよと思うの最近。正直言っていいですか、暴言言うけど、世の中の 99.99% の炎上と呼ばれているものは炎上なんかしてないと思います。もう一回言いますね。世の中の 99.99% ぐらいの出来事っていうのは炎上と言われているだけで炎上してないと思います。ではなぜ火種がでかくなるんだっていうと、炎上って言い始めるからです。人間はマイナスなのが好きなんですよ。炎上って要は公開処刑火炙りでしょ、言ってみれば。火炙り好きなんですよ。わー火炙りやってる、人が苦しんでる、すごいっていう風なのが大好きな文化だから、火炙りやってるってなるとみんなでちょっと見に行きたくなるんですよ。お今日も燃えてるねみたいな感じで。だから炎上って言うから、不特定多数の中身がどうなってるのかも知ったこっちゃないようなやつらが湧いて出てきて、うえうえって言い始めるわけで、うえうえって言い始めるわけ。つまりそもそもそんな燃えてないんですよ炎上って。で炎上っていう言葉が炎上させてると思ってるの。なのでほとんどのこと 99.99% くらいっていうのは気にするべくもない、大したことない出来事なんですよ多分ね。でもこれをメディアが大きく報じてしまうからいびつになっていくんだろうなっていうふうに思うんですよ。おそらくね。なのであんまり大きく報じなくてもいいんじゃないかなっていう、炎上みたいなことってそんなに世の中炎上してないからほっとけばいいんじゃねっていうふうに思ってしまうし、炎上に正義なんかなくねっていうふうにも思ってしまうので、まあ別に何にも気にしなければいいのになーっていうふうに僕みたいのは見てて思ってしまいますし、逆に言うと X とかで数万いいねとかで大炎上とか世論がこう思っているっていう風に断言してしまうような文化になっちゃったとしたらよ、もしなっちゃったとしたら、これさちょっとデカめの宗教法人とかさ余裕で世論作れるじゃないですか。みんなで X 持って誰かが思想をポンと投げて、それに対して何万いいねとか下手したら何十万いいねとか強制的につけるっていう風な方に持ってったら、
ある一つの宗教法人の思想に持っていくことって可能ですよね。だから実はそんなに大した意味ねえんじゃねっていうふうに思うんですよ。でもっと言うと、あーこれは言っちゃダメか、まあごめんなさい、すげえぼやかして言うけど、結局ね、大手メディアを持っている人たちっていうのはどういうふうにしたら一般国民から印象が良くなるかっていうのを分かってますよ。どういうふうにしたら逃れられるか、良い印象になるかっていうのを分かってるから、その印象操作の上に俺らって成り立ってると思うんですよ。なのでやっぱり僕らってね、想像してるより考えてないんだよ、何もとは思う。そこを肝に銘じてやっとかないと良くないんじゃないかなっていうふうには思うんだよね。なので、まあ今回のこのファンタジースプリングスエリア炎上っていうふうにみんないろいろ言ってるんだけど、実は今ディズニーがターゲットにしている、オリエンタルランドがターゲットとしている層からすると、何一つ炎上にはなってないのではないかなっていうふうには、僕自身は思いますけど、皆さんはどう思いますかね。この局部に対しての炎上って必要だと思います？局所って一箇所集中で、ここが炎上してる、ここが炎上してるっていうの、炎上文化って必要だと思います？これね、そもそもいらないと思ってんだよね。炎上の存在意義って何なんですか？エンタメ以外で。試験見て楽しいみたいなエンタメ精神としての必要性は分かるんですよ。だけど次のステップに進歩しようよっていう、人類の進化向上的なところを考えた時の必要、炎上の必要性って分かんないんだよね俺。なんかある？なんもなくない？だって意味ないもん。なんかさ、この間も声優さんがいろいろ問題ありましたみたいなので出たりしたんだけど、あれだってさ、当人同士の解決みたいにしておけばさ、キャラクターに罪は問われないわけだからさ、活動なんか休止しないでよかったわけですよ。俺だって自分の好きなアニメーションの声とかやられているから、あの人じゃなくなっちゃうのすげえ嫌ですもん。この炎上がなきゃ大丈夫だったんですよ。あの出来事がなきゃじゃないんですよ。炎上がなきゃ大丈夫だったんですよ。とか、まあね、例えばですけど、チュートリアルの徳井さんだってさ、税金ちゃんと全部払い終えてたのに、半年後ぐらいに掘り返されて、そんなことがあったんですかって、いやいや、法人会社だったらたまにある話だぜって、でもその分全部払ったんだから、払わないでね、行き切ってたのあれだけど、全部払ったんだから、何をそんな過去のことほじくり返して今払ってないみたいなメディアで虚像作るのっていう。あれもなければさ、別に今まで通りテレビとか出てたわけじゃないですか、あれからしばらく。だから炎上の存在意義ってないと思うんだよな。だから集客と娯楽としての存在意義しかないと思ってるんですよ。でそこに強く、なんだろうな、喜びみたいのを見出してる人で、人間性がまともなやつを見たことがないんですよね。僕は。だってさ、わかんないけどさ、生きててさ、どこの知らない誰かが知らない誰かと何か起こりましたっていうのに対してさ、正義の鉄槌よとかって言ってるやつってさ、頭変じゃないと思うのって俺だけ？俺がおかしいのかな？隣町の A さんがなんかこんなことしてたらしいよっつってさ、飛び抜けて悪いことだったら別ですよ。例えばなんか村全体をライフル銃持ってバンバンバンってやったとかさ、なんか誰か一人うらーって言っちゃったとかだったら別だけど、家庭内の問題だったりとか、その友人間の問題だったりとかってとか、そういうことをピピー正義の使者ですって言って出てきて、なんか鉄槌食らわす人たちの精神って俺ろくなもんじゃないと思うんだよな。そこでやっときゃいいじゃん勝手にって、別にその人の全てが失われるわけじゃないじゃん。人間なんかバランスなんだからっていうふうに思うから、
そうだから炎上の必要性ってないと思うんですよ。だからこれからは、炎上っていう言葉をやめた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。一部の界隈の人が叫んでいる案件とかでいいんじゃないですか。燃え盛ることが大好きな一部の界隈の人が叫んでいる案件がまた一つ発生しましたとかでいいんじゃないですかね。うん、そんな気がする。そんなことない、炎上は必要なんだっていう人いたら、教えてください、理由を。はい、僕は分かんないです。さっぱり分かんない。うん、はい、そんな感じでございました。マイクどうだったかな。iPhone 新しくなって美しい動画になってたら嬉しいです。またお会いしましょう。バイバイ。